りました。改めまして和田アキ子です。柿原忠です。アッコのいい加減2000回、東京有楽町日本放送の制作で、福井放送、ラジオ大阪、高知放送、大分放送の皆さんにもお送りしています。12時50分頃からお送りするクイズコーナー、クイズアコちゃんに叱られる。電話に出てクイズに正解されると1万円が当たります。出場ご希望の方はメールとファックスにお名前と住所と、そして電話番号を書いておいてください、はい、メールアドレスは小文字で AKKO アッコアットマーク 1242.com アッコアットマーク 1242.com ファックスは0570-021242 0570-021242 でお待ちしております、メール続々いただいておりまして、はい、よんちゃんさん66歳女性の方です、はい、埼玉県富士見野市の方です、はい、今朝の日本放送の徳光さんの番組で、はい、徳光さんもバス旅の話をされていました。あ、そうですか、はい、いや楽しかったんでぜひ見てくださいとおっしゃってましたと。ああ、もう本当に楽しかったです私は、はい、もうはちゃめちゃでしたけど、はい、本当にその後徳光さんとも飲みにも行ったのね、はい、銀座バル、それこそ、ね、はい、和田屋に、はい、で、あこさんのツイッターには、はい、徳さんと田中律子さん、りっちゃんと楽しい旅でした、はい、が、うん、徳さん自分勝手にいろいろ行き過ぎです。は、私は台本ちゃんと読んで行ってるのに、うん、全く予定通りに行きませんでした、はい、これがこの番組のいいところなんですかね。そうなんですよ ね、はい、本当にガチでその時の徳さんの気分で、はい、本当に明治座に行くのに人形焼き買うっていうのに今半のコロッケ買うからさ近所の人に人形焼きで有名なとこはどこですかって何回も聞いてんだよ、はいはい、それなのにコロッケ買っちゃうんだからよくわかります。有楽町からその人形町、そして月島、そうです、そういった旅ですね。最後はもんじゃ焼きで、もんじゃ焼きで、はい、でそのメールのちょっと続きなんですが、はい、昨日ところでスーパーに行ったんですが、はい、トイレットペーパーやティッシュペーパーが売り場に出てました。うん、よかったとねえ、ところが入り口にある、はい、アルコール消毒液を使っている人が意外と少ないのにびっくりしました。今どこに行くにももう本当置いてありますよね。ありますもんね。せっかくあるのに使えばいいのにと。で、親子連れや孫を連れた人たちはマスクをして、はいはい、手や指の消毒をしっかりしてるんですが、はい、子連れじゃない人たちは意外とスルーしてるんですねと。へー、自分を守るため、人を守るためにも消毒ちゃんとしましょうよと私は言いたいですが、あ、そうですね、アッコさんはどう思いますか？いや、その通りだと思います、うん、なんかね、でもね、先週お任せに出ていただいた、岡田さんかな、ちょっと名前ごめんなさい、ちょっと あの専門家のね、はいはい、岡田春江さん、はいはい、あの方の意見だと、あの消毒って手を洗ってからの方がいいっていうのも、そう、まあしないよりはした方がいいんですけど、うん、まあそこまでね、手洗ってからって、うちの玄関にも一応置いてあるんですけど、はい、マネージャーたちが表から来るんで、はいはい、ですけど、まあそんなに過敏にね、うん、でもあったらやらないよりはやった方がいいと思いますね、やっぱりね、うん、やっぱりなんか特徴としてはコロナウイルスは随分長いこと生きるんですってね、うん、2週間ぐらい生きたりするので、はいはい、例えばちょっとした電車のすり替えとか、はいはい、って言えば2週間前の人のウイルスも残ってるかもしれない。あ、なるほど。そう考えるとやっぱりどっかに家に入るときとか、うん、自分の体を触るときにはもう手をしっかり、先週なんて爆笑問題がね、いつも番組終わって私のところにご挨拶に来てくれるんですよ。その時すごい私そのアルコール消毒忘れてて、太田お前酒飲んだな昨日とかって、えっ、あいつもびっくりして、ものすごいぞ酒の匂いったら、あこさんアルコール消毒ですあかんわこれはもう思ったまんま口に出すから一回喉で止められないのかなと思う。そうっすね、本当にすごい匂いするよね、あれでも消毒したとはね。まあでもちゃんと消毒してたってことですね、太田さんは、はい、はい、引き続きメールファックスお待ちしております、はい、クイズアコちゃんに叱られる出場希望の方もぜひ電話番号書いておいてください、はい、メールアドレスは小文字で AKKO アッコアットマーク 1242.com ファックス 0570-021242 でお待ちしております、はい、続いてはこちらのコーナーです。週刊和田スポ。49歳で初めてパパに。3日 TOKIO のリーダー城島茂さんがパパになったことが分かりました。これは先月中旬、25歳年下の奥様でタレントの菊池梨沙さんとの間に初めてとなる赤ちゃん男の子が生まれていたことが分かったものです。想定よりも若干早い出産だったそうですが、母子ともに健康だそうです。この日城島さんはコメントを発表。小さくとも元気な産声に
新米ではありますが父親として今後も頑張らねばという決意のもとと発表となりましたと父親になった決意を表明しました。49歳の新米パパの誕生です。不倫騒動。今週落語家の立川志らくさんの奥様酒井里香さんの不倫疑惑が週刊文春に報じられました。里香さんは元アイドルで現在は志らくさんの19人の弟子を取り仕切るおかみさん。そんな里香さんですが多忙な志らくさんが不在の時複数の弟子と不適切な関係を持っていたとされています。中でも今回報道された特にお気に入りの弟子とは車の中でのキッスやそれ以上のことに及ぶ様子が文春に掲載されています。この件を受け志らくさんは今回の騒動を謝罪しながらも離婚についてはきっぱりと否定。これでひとまず騒動にオチがついたことになるんでしょうか。突然の退所。5日お笑いコンビ TKO の木下隆之さんが所属事務所の松竹芸能を今月15日付で退所することが分かりました。松竹芸能によりますとマネジメントの方向性の違いがあり退所の話し合いは昨年秋ごろから行われていたとしています。また円満退社なのかとの問いには円満退社というより納得退社です、揉めたわけではありませんとコメントしています。木下さんは今後フリーで芸能活動を継続する予定だそうですがコンビの相方の木本さんは引き続き事務所に所属、さらにコンビは解散しないそうです。木下さんは昨年後輩芸人へのパワハラ疑惑が相次いで発覚、また素行の悪さを指摘する声が後を絶たずそれが原因で実質的に解雇されたのではないかという報道もあります。今年結成30年を迎える TKO ですがコンビの活動も TKO されてしまうのでしょうか。警察沙汰。清原和博さんが先月末銀座で警察沙汰の騒ぎを起こしていたことが分かりました。報じたのは週刊誌フラッシュで、それによりますと先月27日深夜、清原さんは銀座の高級クラブで友人や関係者と酒を飲んで泥酔、シャツの袖が破けた状態で店を出て駆けつけた警察官と押し問答の末パトカーに乗せられたそうです。その際清原さんはあくまで酒に酔っているだけで薬物はやっていないと自ら尿検査を申し出、警察で検査を受けたところ薬物反応は出なかったそうです。その後厳重注意の上迎えに来た友人と帰宅したそうです。覚醒剤から立ち直ろうとしている清原さんですが最近ではアルコール絡みの問題がありますと告白もしています。いずれにしても多くの人たちが完全なる復帰を願っています。私知らなかったんですけど全然最近まあ会わないし清原さんですね。清はびっくりですね。これ週刊誌今見ましたけど、はい、なんでこのまあお酒飲むのは別に悪くはないですけれども、ちょっとシャツ破けてねそんな泥酔するっていうことは、ね、いちいち人にそんな酔ってませんよって言うわけじゃないじゃないお酒って。そうですね。これは警察が来るほどのことって今清は気をつけなきゃダメだと思うんだけど、ね、最初はなんかまあクラブで、お店の女性とも楽しそうに話をしていたんだけどろれつが回らなくなったので見かねた仲間がもう帰ろうと促してもそれに応じなかったと、はい、でだんだん押し問答のようになってしまって、結果まあ押し問答というかシャツの袖が破れるほどですからね、はいはい、まあ、喧嘩と間違えられて、誰かが110番したんでいわゆる警察沙汰になってしまったと、いうことなんですね。今なんか私が聞いたところではなんかジムなんかでもね昔行ってたジムなんかでもお子さん連れて一緒にとかって言ってるから、あ、じゃあお子さんも野球好きだしっていうのがあって頑張ってんだなと思ってたけど、ね、お子さんの存在は支えになるはずですもんね。これどんな理由にしろ おまわりさん警察のなんていうか厄介になるってのは今の企業にはちょっとダメだと思うな。まあ今月はね、1日にこの薬物依存から立ち直るのを目的とした厚生労働省主催のイベントにもなんかありましたね、登場されてマスコミにもまあ出てらっしゃって、はい、まあ、その時にちょっとやっぱアルコールを飲んでしまって最近飲む量を減らしてるんだけれども、まあ、お酒を飲んですごい後悔したりすることもあったので、まあ、反省していますというコメントをされたそうです。まあ、本当に気をつけていただきたいです ね、 そ、 うですね。それともう今芸能界ニュースないから、まあ、こんなん言うたら失礼やけど TKO の、 木下くん、はい、まあ、一応私のところにもメール来ましたけど発表する前に青子さんにお知らせって言って、ああそうですか、まあ、なんでやねんなと思いながら、はい、まあ、まあ大人だから
事務所はとっても失礼な言い方ですけど仕事はできると思うんですよ。どこ小さい事務所でも、はい、でも円満退社ならいいんじゃないかなみたいな。納得退社ってのはちょっとわからないんです。そうですね、うん、つまり木下さんからも、うん、まあもうじゃあ退社しますということを言ってきたので、うん、お互いに納得の上での納得退社ということらしいんですけどね。なんかいろいろなんか後輩のことであったってまあね、2018年の年末にいろいろ後輩芸人のオジン・オズボーンさん、篠宮さんの舞台に出た時に、はい、うん、篠宮さんのいじり方に切れてライブの後に、うん、まあ顔めがけてペットボトルを投げつけたという報道だったり、良い子の、まあ、浜口さんとアッキーナさんの結婚祝いのパーティーで後輩から会費を集めていて、ところが浜口さんが若手芸人からはいいよというので自分で負担したんだけど、その集めたお金を返さなかったとか、これも報道ですが、まあね、どこまで本当か分かりませんが、うん、それともものすごくびっくりしたのは志らくさん、はい、どうしちゃったんでしょう。志らくさんじゃないけどの奥様、奥様ですね。まあすごいですよね、はい、だって初めてじゃないっていう。そうですね、はい、これ4年前にも別の弟子と不倫関係になって、その弟子を志らくさんが破門したというふうに文春は報じてますね。はい、はい、それでも全然あれでしょ、あの志らくさんは離婚は 1億%ない。あのご自身が MC を務めてるあのワイドショーグッドラックでですね、はい、妻のことを信じておりますので、はい、このことで夫婦の絆が壊れることもございません。離婚も 1億%ございませんと、うん、なぜそんなことが言えるかというと家族だからですと、うん、この程度のことで絆が崩れることはありませんと言いますね。はあ、まあ私の見る限り奥様、まあパンクなおかみさんとして知られて、ここ書いてありますけど、ね、パンクですよね、ファンキーですね。そうですね、まあ、あの若気の至りとご本人もおっしゃってますが、はい、まあ、タトゥーが入っていたりとかね、はい、時々なんか髪型を坊主にしてみたりとか、はい、割と本当にファンキーパンクなおかみさんですね。まあ、お子さんもいらっしゃるからね、はい、しらくちゃんやっぱ番組でいろいろ意見言ったりもするから、あんまりお家のことで話題には私ならない方がいいと思うな。あの人のいろんなことも割とツイッターでね、志らくちゃんはあの囁いてるというか、うんうん、ここコメントする立場の方ですからね、はい、あの、ま、この切れ味という部分でもね、うん、きっとそうですよね。なんかそういう私なんかもう本当にあの申し訳ない、もう足元にも及ばないけど学校にも行ってないし、やっぱりなんか自分で番組やったりするとどんなことでも話題にならないようにと思うもんね。あ、いいことは例えば、まあ、あの書いてもらってなんぼとか写してもらってなんぼっていうのは分かりますけど、なんかあんまりそのましてプライベートなことで、そうですね、はやっぱり責任持たなきゃ、もう自分だけじゃなくてもう会社もそうだし、マネージャーとか毎日ついてくれてるのにマネージャーの家族とかもありますからね、はい、そういうのを考えるとなかなか、ね、だからまあ志らくさんからしてみれば奥さんのことなのでね、うんうん、まあ、ちょっと難しいでしょうけど、うん、ただもうご夫婦の問題でいうと 1億%離婚もありませんと、妻を守りますとおっしゃってる以上、うん、まあ、ご夫婦が納得してることであれば、うん、まあ、言うことじゃないし ね、これ以上文春もまあ報道もなかったら、わかんないけど、うん、びっくりしたけど、はい、びっくりしたのはね、それよりあの城島くん、はい、49歳でパパリンに、おめでとうございます。よく子供が20歳になるまでって言うじゃないですか、はい、69ってもうおじいちゃんそうですね、もう子供は小学校ぐらいの時にそういう運動会とか行くと これどうなんだろうね。そうですね、昔郷ひろみくんもやっぱりなんか60いくつでなんか子供ができてって、はいはい、それ考えるとそういうこの親が集まる時に、はい、まあ郷ひろみ若いしあれだけど、まあ、城島さんも若いですけど、確かにまあお子さんがじゃあ小学1年生の時は55歳ですか、もうおじいちゃんみたいなもんだもんね。それはもう可愛いだろうね。そうですね、はい、いやでもいいですね、コメントが。でも守るもんができると本当になんか人間って一回りも二回りも大きくなるっていうから、はい、よく言うじゃない、女房旦那は他人だけど子供は自分のね、よく言いますね、うん、はい、血が入ってるっていう、まあ本当にパパとしても頑張ってほしいですね、はい、なんかあの
あの顔見ると笑いそうやな。なんか無理して普通の顔にしてるような気がするから。なんか人の良さそうな。だって僕は足から知ってるから。ね、本当ですよね。ねえ、まあ、いいお父さんになっていただきたいと思います。おめでとうございます。おめでとうございます。以上週刊和田スポでした。はい。それでは。昨日高橋真理子さんの71歳の誕生日だったということなんですが、42年連続続いている全国ツアーを今年で卒業することを発表されたそうです。本当に痩せてガリガリやからね。だから体力的にもしんどいのかな。やっぱりファンの方はね、最後のツアーと楽しみにしてください。はい、高橋真理子さんでごめんね。